こんばんは、トシャケでございます。でね、本日もスマスと考えてみたいと思うんですけどね。まあ、まずはここですよね。フィールズ。かなりまあ順調ではあるんですけど。まあ、変わりすぎのね、水準に来てるんでね。ちょっともしかすると、出来高がなくなれば落ちてくる可能性あるんですけどね。まあ、多分落ちたとしても、この1600円ぐらいがまず、初っ端、次はここかなという感じであるんですけど、まだトレンドはね、死んでないかなと思います。で、いいかなとは思うんですけど、ただね、機関の空売りも結構入ってきてるんで、まあちょっとそのあたりが気がかりなんですけれども、まあいいんじゃないですかね。で、まあ次、マミヤですね。マミヤ来ました。ぶっ飛んできましたね。個人的にはちょっとここ死んでくるかなと思ったんですけど、まあちょっといい感じに止まってて、まあもしかするとここら辺からね、ちょっともみもみの調整が来るかもなんですけれども。まあ、おめでとうございますですよね、マミヤ。で、次は、あれ、6249だったっけ？ 6249 だったっけ？で、次はね、ゲームカードジョイコです。ジョイコね、結構いいんじゃないですかね、これ。玉もなんか入りましたね。大気圏突入ということで、こっから上がっていって、ここポコンって抜けばね、いいかなと思うんですけど、今日はね、ちょっとジョイコがもうすぐ入りました。まあ、これ、ちょっとどうかなと思ったんですけど、まあ、今のところは正解ではありましたけどね。じゃあ他どうかというと、6430大黒電機。まあ、大黒もいい感じっすね、これ。パラボリック点灯してますし。で、6419ですね。6419、まーちゃん。まーちゃんもね、いいんじゃなかろうかなと思うんですけど。まあ、やっぱここの、ユニット3兄弟プラスマミヤは気になるところですよね。まあ、あと6428の泉もね、何気に意外に強いっすよね、こいつ。今日そこそこはね、比較的どれも良かった気がするんですよね。藤商事もね、絶好調と。やばいっすよ、藤商事。決算こけるかどうかなんですよね。そこですね。まあ、ひときわちょっと動きがないな、セガサミ。あれ？ 6-6。まあまあ、動きはないものの、一応このあたりでね、よこよこしてるんで、決算がどうなるか。個人的にはちょっと決算一旦下に行くんじゃないかなと思ってるんですけど、それが出尽くして上に上がっていくかなって気もしてますが、まあこれあくまでね、仮説なんで上に行くことをね、祈ってはいるんですけれども。で、6425のユニバーサル。ユニバーサルね、結構いいっすよね、これ。こっからなんかちょっとありそうな気がするんですけど、個人的にユニバーサルいいかなと思ってますね。で、6625シャルコ。無敵です。まあ、この変わりすぎ水準ですけど、まだね、全然死んでないんで。逆に戻るのどっかっていうと、ちょっとそれも、まあ、このあたり？ 320 このあたりかなってところはあるんですけど、まあ、ただ今チャート強いんで、ジャルコ。このままね、ぶっちぎってほしいなって気はしますよね。で、王道の。王道の3強は、まあ、ちょっとね、てっぺん打っている感じはしますけど、まあ、変わりすぎ水準落ちて、もう少しね、落ちるかなってとこではあるんですけど、ただちょっと今はまだ、3強は入らないかなって気はしますね。平和も一旦ね、多分抜けていい感じなんですよ。結構やっぱりいい感じではあるものの、ちょっと一旦決算前には、売りたいかなっていうのはあるんですけど、もしかしたらね、意外に平和いいかもしんないんで、ここは。まあ、ただ、あんまり決算プレイもしたくないんで、余計な。決算出た後に、でも十分ね、平和とか間に合うから。ちょっと我慢な展開ではあるんですけど。まあ、悪くはないとは思いますね。で、直近めっちゃ強いのは、ここ DMP。やっぱ来ましたね。
DMP イースイス。まあ多分一旦ここは意識されるところなんで、ここからどうなるかなんですけど、まあここねちょっと板薄いんで乗れたらでかいんですけど、乗れなかったらマジもろくなんでね、ちょっとこのあたりはね一旦注意した方がいいかなと思います。で、日本金銭機械もねいい感じなんですよね。結構いい、これ個人的に結構好きなチャートというか、うん、結構いいなと思いますね。うん、まあでもこのあたり横横するんじゃないですかね。で、やっぱ下よりも上目線かなと思うので、うん、まあちょっと様子見なところかなとは、はい、思っております。で、2411現代人士、ちょっとね個人的にはあんま入りたくない、あの決算見てあんまり入りたくないかなって気もするんですけど、思ったより落ちてないですよね、2411現代人士。うん、まあ思ったより落ちてないので、やっぱ配当が下支えしてるのかなとは思ってるんですけれども、うん、まあどうでしょうねこのあたりで。まああとは6730アクセルですね。うん。まあ、ここは決算はいいと思います。多分。多分ですけど。うん。まあ、なので、決算またぎは、ま、する必要はないと思うんですけど、まあ、とりわけ持っててもいいんじゃないかなと思いますね。うん。受注豊富だし、受注残豊富だし。で、まあ、ね、AI とか、だと、仮想通貨とかね。うん。意外にカタリストも豊富なんですよ。で、あんだけ下がったスマスロ関連の銘柄で、ここだけがね、唯一強いんで。うん。やっぱそれはね、半導体関連でもあるし、いいかなとは思ってます。はい。で、まあ、こっからね、ちょっと余談なんですけど、今気になってる銘柄としてね、まあ、これ、ちょっと以前も挙げたんですけど、ベースフード。個人的には結構これいいんじゃないかなと思ってまして。はい。まあいろいろね、あのカビ問題とかあったと思うんですけど。まあ海外展開とかもね、していくと思いますし、私も結構ね、ベースフードお世話になってんですよね。はい。で、意外に買えば癖になるんですよね。なんか野菜ジュース買うよりもベースフード買おうかなって気になりますし、あの完全飯とかも買ってる人いると思うんですけど、なんかそういったトレンドになってくるかなと思って、ここはね、結構、うん、美味しい水準なんじゃないかなと、ベースフード思ってますね。はい。で、その意外というか、信用状況もそんなにね、まあもちろんめちゃくちゃ多いんですけど、改ざんとか、売り算もそれなりに、まああるんで、うん。まあまあ、あれかな。悪くはないかなと思ってますね。で、あと、スノーピークですね。はい。7816ですね、スノーピークは。うん。まあ、ここもね、個人的には結構、いいかなと、思ってます。まあ、ぼちぼちいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただ、ここは安全に行くならやっぱ1000超えて、うん。ここの雲超えてからかなと。思います。決算がね、まあ、なんせ良くないんですよね。これなんで良くないんですかね。今、グリーンリゾートの方もね、売り上げ結構立ってきてはいるんですけど、うん。やっぱあんま服が売れてないんですかね。どうなんですかね。でも、まあ、このあたりでもいいんじゃないかなって気はしなくはないかなとは。はい、思ってますね。で、まあ、あとは王道ですけどね。まあ、王道と言ったらあれですけど、資生堂はちょっとね、ぼちぼち見ておいてもいいんじゃないかなとは思います。はい。ここもね、うん。ちょっとロート製薬とか、ゲームカード上位とか、クマにね、ちょっと入ってきたんですよ。うん。なんで、ちょっと、面白いかなと思って、私はそのままキープしてます。はい。
まあ、下が、4000ね、下またね、もう売る気満々なんですけど。うん、まあ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 、まだ持っててもいいんじゃないかなと思ってますよ。まあ、パラボリック多分そろそろ点灯して、このあたりぶち抜いてね、行ってほしいなとは思いますね。で、まあ、ついでにやっぱり、構成とかも、うん。今日ね、ちょっと弱かった。意外に、来てたし。まあ、ファンケルは、ファンケルは何気に強いんですよ。じわじわと。で、ポーラ・オルビス。これね、ポーラ・オルビスも注目してます。で、あと、顔をね。まあ、ここはね、減配リスク、減配ほぼしないと思うんで、うん。こうなってもね、面白いかなと思いますね。まあ、あと、富士フィルムとかどうなんですかね。富士フィルム強いっすね。うん。まあ、ここもね、ハンド、台とかカメラとかじゃなく化粧品もやったりしてるんで、はい。まあちょっとこういったところもね抑えながらスマスワ関連も見つつ、まあ意外にスマスワ関連ちょっと今波が来てる感じはしてるので、ただ引き際もね大事なんでね。まあ結構デイで仕切った方がいいかなとは思います。それかまたは、もうギャンブル的要素ですけどね。うん。引けで買って、寄りで売る。うん。それか、まあスライスかけて。うん。残しておくとか。まあそんな感じでね。うん。まあぼちぼちどっかでこのね、上昇の反動が来るかなとも思ってはいるんでね。はい。まあぜひね。要注意で行ってほしいなと思ってます。以上です。